綾部の弁護やるんだって。黒岩、お祝いを言わないとな。法廷に復帰すんだから。法廷に立つわけじゃない。弁護人の調査に協力するだけだ。新谷弁護士はお前の兄弟子だったんだろ。なのにその犯人を弁護すんのか。お前、自分が周りとずれてるって気づいてねえだろ。人殺しを無罪にしたりよ、いい迷惑だ。新谷を殺したのは綾部じゃない。凶器は綾部の銃だった。弾の洗浄痕が一致してる。ああ、犯人はそうやって綾部をはめたんだよ。あんたには何も見えてないのか。ならそっちの方がよっぽどずれてる。好きに言え。誰だあんた。俺に何かよ。まあな。ただの脅しじゃないってわけか。もうお遊びは終わったんだよ。やが、え、俺、八神さん。星野君、来るな。下がってろ。え、そいつなんかちょっとやべえやつかも。そうみたいですね。死ねえや、八神。大丈夫ですか、八神さん。ああ、今のやつただの脅しじゃなかったな。え、俺を本気で殺す気だった。羽村の手下ですかね。カイトだ。大久保の面会うまくいったか。それより今殺されかけたよ。
多分羽村の手下に。何？海藤さんも気をつけろ。今どこだ？事務所の近くだ。杉浦もいる。そこは離れた方がいいな。ならいいとこがあるぜ。ん？凶霊界のアジトだよ。 KJ アートだ。あそこなら羽村も手が出せねえだろ。いや、でも俺らちょっと前に塩屋とやり合った気だし、あいつ絶対怒ってるだろう。大丈夫だって。こっちも梶平会長のお墨付きなんだからよ。先行ってる。お前もすぐ来いよ。 KJ アートで待ち合わせた。大体聞こえてました。よし、じゃあ行こう。八神さん。八神さん。それでは。凶霊界のアジトなんですよね。そう。やっぱり緊張しちゃうんですけど。俺もだよ。八神さん、そちらのお連れさんは？源田法律事務所の星野です。そうですか。もう海藤さんが先いらしてますわ。あいにく塩屋は不在ですが、村瀬がお相手しますさかい。どうぞ奥へ。
八神先生。どうぞ中へ。え？いや、これまでのご無礼をお許しください。八神さんの言うことは何でも聞くようにと。そう、梶平会長から。で、肩揉んでくれっつったら本当に揉んでくれてな。村瀬、いいやつだったんだな。俺ら誤解してたよ。調子に乗りすぎだって。今度は塩屋にも肩揉ませてみるか。いやー、そらさすがにやめといた方がええですな。ま、どうぞおかけになってください。なるほど。じゃあ創薬センターの件、やっぱり大久保は白なんだな。彼の反応を見る限りは。もしかしたら恋人を殺した件でも無実じゃないかって、僕にはそう見えました。ああ、いや、その話はいいんだ。それはそうと、八神先生、あの人はやっぱり気になる？突っ込んでもええですよね。悪いけど、あいつはヤクザが怖いっつってね。そっとしといてやって。そうでっか。ほな、まあ。とにかくこれでますます生野が臭くなったってことでしょ。こうなったら直で生野に当たるか。この間の様子じゃアポ取れないと思いますけど、生野も木戸も。アポなんて入れないよ。これからセンターのロビーで生野を張る。出てきたところは当たればいい。張り込みか、めんどくせえな。いや、海藤さんは留守番だ。え？海藤さんじゃ目立ちすぎるだろ、あんなアカデミックなとこ。星野くんはもう源田先生のとこに戻った方がいいしな。はい、でも。オッケー。じゃあセンターには僕が一緒に行くよ。ああ、頼む。行こう、八神さん。行こっか。どちらまで行かない。それでは出発いたし。バカでかいな。なんなのここ。あんまりキョロキョロすんなよ。なるべく目立ちたくない。ショーノが出てくるまでここで待つ。でもさ、ショーノもう家に帰ってたりしない？ちょっと確かめようよ。下手したら僕ら一晩中待ちぼうけだよ。ごもっとも。行こう、八神さん。あの、ちょっと伺いたいんですけど。はい。アドデック9の生野さんってもうお帰りですか？いえ、いつも遅くまでいるので多分まだ。お約束ですか？別にそういうんじゃ。こんばんは、八神さん。ん？この間生野のところにご案内しました、橋本です。ああ、あ、そうでしたか。どうも。また生野に何か？いや、いたよ、八神さん。生野だ。失礼。どこだ？あそこ、階段で話してる。
しい。なんだ。ん？見つけた。もう一人は木戸だな。どうする？よし、行こう。いやあ、どうも。八神さんでしたね。神室町の探偵さんだ。あなたにはもうこのセンターには近づいてほしくないですね。先日弁護士会にも抗議したはずですが。事務次官の方でしたっけ。厚生労働省の一ノ瀬です。先日もここにいらしてましたね。ずいぶん頻繁に来られてるようで。ええ、アドデックナインの成功は国家戦略の一つです。特許や法整備などこちらで打ち合わせる内容は多岐にわたりますのでね。守衛に追い出される前にお帰りになっては。やられたね。あのおじさんのせいで小野は警戒マックスだよ。もうロビーに降りてこないかも。どうする？行こっか。橋本さん、先ほどは失礼しました。いえ、申し訳ないけど、さっきの見てました。翔野先生に逃げられちゃいましたね。ええ、少し話したいだけなんですけど。うん、でも本当にお忙しい人ですから。一日中研究研究で、帰宅は3日に1回なのに、毎朝欠かさず入院棟の患者さんたちを回診してて、本当に頭が下がります。あの、朝の会診っていうのは。ええ、小野先生の日課で毎朝入院棟を見回るんです。もう何年も続けているそうで。ああ、確か3年前もそうでした。そういう熱心さがすごい新薬を生むんですよね、きっと。すみません、私もそろそろ行かないと。どうぞ。失礼します。ショーノの研究室はセキュリティ的に入り込みづらい。ゴールドのカードキーっていうのがいる。
ただ付属病院の方はそうでもないはずだ。時間も明日の会診までたっぷりある。じゃあその朝の会診でショーノを待ち伏せるってこと？ああ、それには夜のうちに忍び込んどけばいい。なるほどね。ならどっから侵入する？案内板を見て考えよう。これはなんだ？このゲート付属病院に続いてるな。ただここを通るにはやっぱりカードキーが必要になる。怪しいな。センターの付属病院、確かこの4階フロアに枠老人の病室があった。なんだ？開発研究棟、ショーノの研究室がある。ただ気楽に入り込めるセキュリティじゃない。じゃあ関係者からカードキー奪う？ゴールドのやつ乱暴だな。相手は善良な研究員だぞ。やっぱり病院から入り込んで朝ショーノを待つ。これはセンター長室、木戸の部屋だ。今は用がないな。ん？これが現在地だな。センターの受付ロビーだ。これはセキュリティゲート。ここから奥が開発研究棟だ。どこだ？怪しいな。付属病院の地下駐車場、搬入口だ。出入りの業者なんかが車を止める。ふん、忍び込むならここだな。地下駐車場から病院に忍び込むわけね。ああ、まずは侵入口の下調べからだ。一旦外に出よう。行こう、八神さん。何か？八神探偵事務所さん？そうだけど。警備担当の益子と申します。事務次官よりしっかりお見送りするよう言いつかりました。一ノ瀬さんが？ねえ、見て分かんなかった？今帰るとこだったじゃん。恐れ入りますが、やはりお送りさせていただきます。見送りだけにしては頭数が多いな。ねえ、どこに連れてっき？いい加減答えなよ。この辺でいいか。益子さんだっけ？一ノ瀬は俺らをどうしろって？もう二度とここへ来る気が起きないようにしろと。何それ？ここの守衛はそんなの持ってていいのか？ダメに決まってんだろ。趣味だよ、趣味。仕事には使えん。今は仕事じゃないってことかな。あ、ただのお遊びだよ。だからたっぷり楽しませてもらおうか、探偵さんよ。
おい、もう手振らなくていいよ。連中のおかげで、かえって簡単に潜入できたね。ああ、結果的にはな、事務次官のおかげだ。どう？ここは。3年前と変わりない？ああ、同じだな。行こう、八神さん。入らないの？中入ったらもうタバコ吸えないだろう。あとは大丈夫だ。ここで夜明けを待つ。ふん。八神さん、正野のことはどう攻めるつもり？手持ちの情報を全部ぶつけるだけだよ。あとは向こうの出方次第。駆け引きはなし？ああ、時間さえあればじっくりやりたいけどな。でも多分綾部の裁判まで正野と話せるチャンスはこれっきりだ。かもね。だったら駆け引きや出し惜しみしてる場合じゃない。そっか。じゃあさ、僕も正野のことでちょっと考えたことがあるんだけど。ん？なんだよ急に。3年前の創薬センターの事件、あの時正野は大久保に濡れ衣を着せたってことだったよね。ああ。でも八神さんの弁護で大久保は無罪になった。だったらその後警察は別の真犯人を探さなかったの？もちろん探したとは思う。けどあれからすぐ大久保君が次の事件を起こしたろ。だから多分その後は大して捜査してないだろうな。そうだよね。あれで彼の正体は殺人鬼だったと知れた。なら最初の事件で患者をやったのも大久保だったろうってみんながそう思うようになった。でもその状況ってさ、誰かさんにとってはめちゃ好都合な状況だよね。ん？センターで人体実験をしてた真犯人、正野にとってだよ。何？つまりさ、寺沢恵美を殺してその罪を大久保に着せる、そこまでやる動機があの正野にはあったんじゃない？じゃあそのために正野は恵美ちゃんを殺したと？でもそんなことが。お前いつからこのこと考えてた？八神さんが今の大久保の様子話してくれたでしょ。その時からなんとなく。俺は大久保君が恵美ちゃんを殺したんじゃないとずっと信じたかった。でも信じきることができなかった。恵美ちゃんは本当にいい子で、だから彼女を殺した人間を、大久保君を絶対に許せないと思った。なのに犯人は大久保君じゃなくて正野だったのか。僕の話は証拠もないし無責任に推理しただけでケツまで持てないよ。でもこれでますます正野に会いたくなったんじゃない？ああ、こんなに朝が待ち遠しいのは生まれて初めてだ。
たたち。翔野先生、何か。どうやってここに。あんたにどうしても聞きたいことがあってね。私に言えることなんてありませんよ。君たち、悪いけど今日は任せるから。私はこれで。お時間は取らせませんよ。失礼。あなた方はここにいてください。守衛を呼んで。翔野、行くよ。八神さん、今ここで翔野を抑えなきゃ。もしもし、翔野です。30秒。いいから早く来てください。待て！逃がすか。なめてんじゃねえぞ。もしもし、翔野です。3分、もっと早く来てください。病室であんたと話すことになるなんてね。ここだったろ、枠って患者が入ってた部屋。その患者をあんたはアドデック9の実験台にして死なせた。手柄は焦ったが、認知症患者に何したとこでバレやしないと。何を言ってるんです。早くここから出してください。犯罪だよこれは。ふん。じゃあ帰るけど本当にいいのか。何が。気にならないのかな。俺らがあんたの秘密をどこまで掴んでいるのか。何です、言っている意味が。モグラを動かしてるのはあんただな。はあ、私が何ですって。モグラの窓口は松金組の羽村だ。あいつらの仕事には満足できたか。言いがかりはよしてください。何を根拠にあなた方は。
今のはまずいな、ショウノさん。は？あんたは日々新薬の研究に忙しいはずだろ。そんな人がカムロ町の隠語を知ってちゃおかしい。あんたはまずモグラが何かを俺に聞かなきゃ。モグラって何ですか？よくできました。カムロ町で人の目をえぐる連続殺人鬼、それがモグラだよ。そのモグラが生まれたきっかけは3年前のあの事件だ。あの日あんたはここで寝てた枠さんにアドデック9を試したな。時間は多分深夜だったはずだ。だから死なせた患者をこっそり部屋の外へ運び出せた。枠さんが死んだのはあんたにとっても想定外の事故だったんだろう。とはいえあんたは人目につく前に死体を隠さなきゃならなかった。死体はやっぱりランドリーカートに入れて運んだのかもな。あんたはとにかく死体をどこか遠くへやりたかった。その後シーツの回収に来た大久保新平のトラックが朝8時前に到着。あんたは隙を見てその荷台に死体を紛れ込ませた。ただしこれじゃあいずれ死体を見つけた大久保が警察に通報するだけだ。何の解決にもなってない。すぐに誰がトラックに死体を入れたか犯人探しが始まる。それでも他にどうしようもなかったんじゃないか。多分あんたにとっても悪あがきでしかなかったはずだ。ところが死体を発見した大久保新平は過去に傷害の前科があり、自分が警察に疑われることを恐れた。そして枠さんの死体は山に埋められ後日大久保本人の自供で発見された。大久保君には感謝したろ。あんたが罪を逃れたのは実はほとんど奇跡だよ。そう思わない？さっきから何を言ってるのか。けどそんなあんたに都合の悪い奇跡も起きた。大久保君の無罪判決だ。彼が無実なら真犯人は別にいるってことになる。そのまま放っておけばまたあんたに疑いの目が向くかもしれない。そこであんたは悪魔に魂売ったんだよ。何の話です？とぼけんなよ。俺が何言おうとしてるかあんたに分かってんだろ。あんたは大久保を陥れるためにある人物を今度は計画的に殺意を持って殺した。ある人物、誰のことですか？寺沢恵美。あんたにとっては同僚でもあった大久保新平の恋人。あんたは彼らのアパートに押し入ってまず寺沢恵美を刺した。資料によればその傷は少なくとも15箇所だ。知りません。大久保君が毎晩睡眠薬に頼っていたことは彼女に聞いてたのかな。あんたの犯行中目を覚ますことはなかった。断酒してた彼が酒臭かったのもあんたの細工だろう。大久保君に酒の静脈注射でもしたか。それでアルコールの血中濃度が上がる。下手すりゃ死ぬとこだが、もしそうなっても別に構わなかったんだろう。大久保君が酒を飲んでたであろう状況さえ演出できれば。そうやって大久保の犯行に見せかけるとあんたはアパートに火をつけた。何を根拠に。そんな。安心しな。まだ証拠はないよ。
でもさっきの推理で間違ってない。あんたの目を見ればわかる。なあ、もしかしたらこんな風に考えてないか。アドデック9が完成すれば多くの人間が救われる。だから自分は正しいことをしてる。正義だってな。人が一番残酷になるのは自分に正義があると思ってる時だ。でもあんたのそれは本当に正義か？何をしてるんだ君たちは。どうも、ちょうど今帰るとこですよ。アドデック9、まだうまくいってないみたいですね。人体実験はまだこの先も必要なんですか？大丈夫、ショーノさんは何も白状してません。でも全部暴き出してやるよ。俺にはその権利があるはずだ。すまん、足が滑っちまったよ。痛かったか？痛かったかってんだよ。俺はやってません。何もやってないのに。てめえに泣く資格なんかねえよ。寺沢恵美が泣いた時、何度もあの子を刺したろうが、この鬼畜野郎が。まだ期待は持たせられない状況だけどさ。はい。君は無実だよ。今まで誰も殺してなんかいない。だから俺はエミちゃんの仇を討つよ。君もここから出してやる。約束する。もっと早くこの言葉を君に言うべきだった。なのに俺は3年も本当に長いこと何してたんだ。俺にもう一度チャンスくれるか？もちろんです。こっちこそよろしくお願いします、八神先生。